おはようございます。こんにちは。ゲーム動画でいこうです。えー、名古屋競輪場で開催されている G1 オールスター競輪。えー、3日目になりましたね。えー12、11レース、シャイニングスターショー、えー、予想をしていきたいと思います。えー、シャイニングスターショーはご覧の9人で、えー、行われます。 えっとこのように駒、えー、切れの中ですね、えー、瀬戸内4人が結束いたしましたこれはですね、えー、っと勝ち上がり関係のない、えー、一発勝負ということはありましてまあ脇本や新田雄大もいるんですがそれでもですね、えー、瀬戸内を狙ってみたいと思います 4番、太田がかけて、清水原田へ抜け出す2882ですね。こちらを方面にしたいと思います。はい、えー、こちらですね、えー、っとこの9人のメンバーです。バック回数が一番多いのが太田龍馬、18回。ホーム回数も15回でトップですね。それに続くのが短期ですが、山崎賢人。 えっと、バック15回、ホーム14回ですね。3番目のバック数が松浦ですか、8回。原田健太郎6回、清水が5回ですね。要するに、バック数の上位の選手が4人、瀬戸内は結束するわけですよね。清水もホームバック数5回、ホーム数6回ですから、結構粘り強いタイプと。 言えるんじゃないかと思います。えー、こちらですね。ナ、え、ビ、ー、はこのように、瀬戸内が太田、清水、原田、松浦で結束しました。こういう時きの松浦、引くケースが結構多いですね。やはり、あの、瀬戸内の結束っていうのをあの強く、 あの考えての考えて松浦動いてるんじゃないかなって最近は思います、えー、そして他ですね、えー、平原諸橋がラインでできますね、まあ、これは関東両者他の3人新田脇本山崎こちらが短期ですねまあ山崎辺りは短期でも積極的あの 行くかもしれないですよね3連単のシリーズはさすが脇本ですね初日の初日もあのすごいあの力はやっぱり抜けてるなっていうところでしたしまあこの 人気はわかりますね。で、清水新田ですか。新田なんですね。と続きますね。日新田はし脇本に比べると、それほどでもないかなっていう気はしますよね。まあ、脇本を後方に追いやって5番手取れればっていうとこなんですけど、どうなんでしょうね。で、平原原田ですか。 えー、次が二社単音図。こちらがですね。えー、脇元の、脇本新田31、脇本清水32が一番人気、あ、二番人気ですね。で、三番人気が、えー、清水原田9.8倍ですね。ちなみに、えー、裏の8には21.6倍ですね。 原田は貸せないんじゃないかなと見てます。見る向きが多いってことですよね。また、清水脇本も16.5倍ですか。で、脇本が編みですと、やはり平原が12.7倍。人気ありますよね。あ、原田が23.1倍と結構ついてます。いやあの安い。あと、新田からも脇本だと16.5倍。まあ確かにこの目もありますよね。1 3 3 1を 脇元がこう抜け出しちゃって他が足を使ったりごちゃつくところを新田が最後というのはあるかもしれないですねあとやっぱり平原ちょっと人気が落ちてきたなーっていう気はしますただ 出来自体はここ数場所そんなに悪いようには感じないんですけどね。松浦はさすがに4番手じゃ人気ないですよね。仕方ないです、この辺は。というわけで、えー、と私の予想に移ります。先行する、まず前を取るのは誰か。 うん、清水が取ってもおかしくないような気はしますよね太田が取っちゃうかもまあもしくはうん9番車ですからね平原まあ新田が取るかな新田川木本が取ってで平原は中段が欲しいでしょうからそこを取ってうん瀬戸内勢は後ろかなという気はしますね もしくはその瀬戸内勢の並びの後ろに新田とか山崎がつける並びもあるかもしれないですよね脇本ここつけて瀬戸内の後ろをつけても面白いかもしれないですよねまああのここはあの勝ち上がり関係ないんでテストの場でもありますからねあのどういうレースをするか内容も内容 本人、選手がつかむところもあの見ておけばいいんじゃないかなと思います。まあ、私はこの結局4社ってやっぱり厚みすごすぎますからね。しかも全員自力使えますし。あとですね、もう1つ、えーっとまあ挑むと。バック回数で挑むとすれば山崎なんですけど。 あいにく山崎は短期です平原辺りがついたら全然話変わってくると思うんですけど結局つかなかったですからねやっぱり仕掛けって言ってもそんな早い仕掛け言ったら太田が番手にはまられてしまうしあんまり意味のないものになってしまうようなとこはありますからね。 まあ、勝ち上がりに関係ないんだったら足を試すっていう意味もいいかと思うんですが逆に、まあ、温存しておきたいっていう気持ちもあるでしょうからねまあとはいえうーとはいえここへ太田以外に逃げる存在がいるのかなといったら疑問ですやっぱりすんなり瀬戸内逃げてしまって その後ろ中段を誰が取るかっていう話になってしまって結構中段もごちゃつくんじゃないかなと思います。で山崎が来るんですけどこれは太田が跳ねのけてバックあたりから清水番手まくりですよね。まあ、最後脇本も飛んでくるかと思いますけどやっぱりここはそんなに足を使うような乱れる展開にならないと。 えー、思いまして結局太田が行って太田もスピードありますからね結構持つとこまでは持つような気がして他が動けないんじゃないかなと思います。で、えー、バックぐらいから清水原田で番手まくってこの両者の決着松浦我慢して両者の決着になるんじゃないかなと思いますね。 えー、脇本絡めると結構あの新田とかは平原とか、えー、絡めないと下手すりゃ山崎も絡めないといけないんで結構面倒くさくなるんで決勝戦ならありえるんですけど決勝戦がこのメンバーならありえるんですけどえー、っとまあ勝ち上がりに関係のないですということで、えー、瀬戸内作戦を重視したいと思いますはい以上 えー、名古屋オールスター競輪3日目シャイニングスターショーの予想をお送りいたしました、はい、ぜひぜひお気に入りましたらチャンネル登録高評価お願いしますまたブログツイッターやっております説明欄にアドレス記載してますのでよろしければ見てください この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間がありました見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。